では次の特集です。セルフネグレクトという言葉ご存知でしょうか。自分の世話を放棄する人という意味です。生きていくために必要な食事や入浴をおろそかにするセルフネグレクトに陥る人が増えています。なぜなのでしょうか。取材しました。北海道旭川市、賃貸アパートの一室に清掃業者が入ろうとしていた。清掃を依頼したのはアパートの所有者だ。3年前から部屋の借主の姿が見えず、戻ってくる様子がないため室内の整理を頼まれた。一応所有権とかそういうものもあるので、うん、まあ、ただちょっとこのまま しといてもちょっと僕の方もまずいとは思うので、うん、まあ、捨てはしない、まだ捨てではしないんです。借主が入居したのは17年前。30代の時で、当時はきれいに部屋を使っていた。3年前の春に家賃を滞納し始め、3ヶ月後には姿が見えなくなったという。大体ゴミ屋敷の方行くとトイレはこういう状況です、うん、まだちょっと片付けた方ですけど、トイレットペーパーの芯もそうですし、あと入ってるビニール袋とか、うん、ああいうのがそのまま置きっぱからスタートしてるのかもしれないですね、トイレ発信で言えば。資格試験の参考書が残されている。借主は建設現場で働くことが多かった様子がうかがえる。今509円です。どういう状態で出ていかれたんだろう。清掃業者は置いてあるものから生活習慣が変わった時期を推測できるという。先ほどのゴミのとこだと、うん、お酒の裏のラベルを見ると2004年になってたんですよね、うん、ほぼほぼ買った時って同じってことは更新されてないですよね。ここまでは全然生活していただろうし普通だったと思うんですけど、何かのきっかけでパンと行ってしまったんではないかなとか。この旭川のケースのように生活環境が悪化しているのにそれを改善しようという気力を失い、周囲に助けを求めない状態をセルフネグレクトという。セルフは自分自身、ネグレクトは世話の放棄を指す。セルフネグレクトについては2011年内閣府が高齢者を対象に全国で調査したところ、推計で最大1万2000人に上った。セルフネグレクト研究の第一人者、東邦大学の岸教授。数字は氷山の一角で、セルフネグレクトに陥る実際の人の数はもっと多いと話す。最近は働き盛りにも広がっているという。一つは、まあ、あの家族構成として非常にこう一人暮らしが増えてきた、核家族化してきた、まあ、なので今までだったらば家族の人が何とかしてくれたりとか、家族が注意してなんでそんな生活してるのっていうことで助けてくれたり、二番目としては物の、まあ、手に入れることは簡単になったんですけれども手放すことが非常に難しくなった。分別なんですけど、分別しなければいけないとか、まあ、そういったことをしなければ簡単に手放すことができなくなった。部屋を汚した借主自らが清掃を依頼するケースもある。男性は39歳。5年前からゴミがたまったという。例えば1年目とか2年目ってもっと低かったじゃん。あ、そうですね。やばいなと思ってた。あんまり気づいてなかった。猛暑が続いた夏、東京の賃貸アパートに住む借主自身から業者に清掃の依頼があった。39歳の男性は10年間住み続けた部屋を引っ越すのを前に片付けることを決意したという。今、今の人で、この中でちょっと
せちがあって、はい、それが気になりますね。ゴミをため、エアコンのリモコンを紛失したままの生活が5年以上続いている。例えば1年目とか2年目って、もっと低かったじゃん、はい、あ、そうです、ね、やばいなと思ってた。あんまり気づいてなかった。あんまり気づいてなかったじゃん、はい、仕事何してるんでしたっけ。派遣でいろんな現場行ってるんですけど、ゴミ工場倉庫が多いですね。ゴミの傘が増えるにつれ、部屋の中でできることは限られていった。冷蔵庫もドアが開けられず使っていない。上からの重みでゴミが押し固められ撤去を難しくしている。ここ今柔らかくしたから、ああ、多分ね、前はちゃんと仕事、生活してましたよ。炊飯器あるでしょ、包丁もあるでしょ。作業員5人が5時間かけて3トンのゴミを運び出した。分別した上で処分場に持ち込むという。後日、借主の男性を改めて訪ねた。こんにちは。すいません、よろしくお願いします。綺麗になった部屋で話を聞いてみると、本当はこっちの方が便利なはずなんですけど、そうですね、ちょっと、落ち着かなかったところはありますね、最初だけ。そのやっぱリモコンとか爪切りとか、なんだろう、なくして何個も買って、それが今回ちょっと出てきて、何個かちょっと汚くなってたんで、湯船には使われなかったんですけど、あのシャワーで入ってました。もうだんだん慣れてきてた部分はちょっとありますね、まあ旗から見たら本当にちょっと汚くて考えられないんですけど。部屋に住み始めた当初は自炊も掃除もしていた。生活が変わったきっかけは、派遣社員として工場で週7日働くようになったことだという。現場の忙しさで仕事の方優先して、で自分も仕事で稼ぎたくて、帰ってきてくたくたで、特に今この時期なんで、夏なんで、空調ですごい涼しい工場ってもうないんですけど、あの暑い中でくたくたでやりながら帰ってきて、もうそうですね、片付けする気も起きなくて。仕事帰りに立ち寄るコンビニで弁当とペットボトル飲料を購入する。最初にゴミとしてたまり始めたのはこのペットボトルだった。ペットボトルが特に2週間に1回なんで、すごいたまって、まあまとめて捨てようっていうのは思ってたんですけど、もうそのまとめてってのはもう何年もたまって、そうですね。田舎の実家で暮らしていた時は親の目も気になった。東京に出て一人暮らしになり、訪ねてくる友人もいないため、掃除しなくても支障はなかったという。気迫になってるっていうのはちょっとありますね。ちょっと自分も面倒になるんですよね、たまにの休みで。ちょっと人と過ごすより、一人が好きなせいもあるのかもしれないんですけど、この清掃会社には一人では片付けられないという人からの依頼が増えている。多い時期で1週間に20件以上あるという。まず性別女性が7割です。で年代はまあ20代、それこそもう大学生ぐらいから上はもう我々世代のね、50代60代手前ぐらいまでが一番多いですよね。一人暮らしするようになったら、あることを機会にっていう方も多いんですよ。そっちの方が多いんですよ。根本的に片付けられないとか、掃除できないってできないから散らかったとか汚れたっていうのは意外と少なくて、あそこまで行ってしまうというのはもう全然要因が別ですね。家族ぐるみで支援が必要な例もある。だが家族の一員が行政の支援を拒むセルフネグレクトであるために、痛ましい事件につながるケースが後を絶たない。
岐阜市の住宅街で4年前の11月、70代の夫婦と43歳の長男の遺体が見つかった。遺体の状態から夫婦は死後およそ2ヶ月が経過し、長男は死後およそ1週間ほどであることが分かった。長男の死因は餓死だった。一家は長男が幼い時には近所との交流もあったという。学校も小学校行って見えたからね、子供さんも見えて、うちもまあ都市的には近かったので、ちょっと知ってるので。家族の様子に変化があったのはおよそ20年前。成人した長男が職に就かず引きこもるようになった。行政に支援を求めるよう勧めたが、かたくなに受け入れなかったという。そんな援助までしてもらわなくても、うちはみたいなとこあると、そういう支援センターとかなんかも見えてたんだから、住んでる本人たちも、困ってるなら困ってるで、ちょっと助け受けられればなんとかもしれないけど。地域包括支援センターの職員が一家を訪問したのは、3人が遺体で発見される2ヶ月前。長男と近所の間でトラブルがあり、地元警察が岐阜市に連絡したことがきっかけだった。お父さんの方にお会いをして、お父さんの方はまあ特にそういう部分では困っているところはないですよという話だったんですが、もともと警察の方からご相談を受けていたので、もう少しちょっと考えてみてくださいということで、次回の訪問の約束をさせていただきました。2ヶ月で3回訪問し、その度に父親が出てきたが、支援の申し出は拒否された。この間、近所の人も一家のただならぬ様子を目撃していた。角を曲がったところでうずくまって見えたの。近くまで行って奥さんって言ったら、めまいがして倒れて見えとったわけよ。それでうちの階段まで連れてきて、ちょうどそこに旦那さんが来て、てめえ何やってんだって言われたの。そしたらね、奥さん怯えてね、私にこうやってしがみつくんだって、市の職員が異変を感じたのは4回目の訪問の時だった。今までは玄関の方まで入れていたところが、どうもちょっと門扉の方が閉じてしまって通れないような状態になっていたので、ちょっとこれはおかしいなというふうに思って、職員が警察に通報し、3人の遺体が発見された。父親が支援を拒むセルフネグレクト家庭だったとみられる。岐阜市の職員にはできることがなかったのかと悔いる気持ちが残った。この事件の後、いろいろ調べた結果分かったんですが、お母様の方とあと息子さんの方が市役所の方の生活困窮者の窓口の方に、その事件の1年前ぐらいですけど、平成27年に相談していたというふうな記録がありまして、お母様と息子さんの方とは全く接触が取れなかったんですけれど、ある行政の部署はお母さんと息子さんの方と接触が取れていた、もう一つ別の手が打てたんじゃないかというふうに私どもは感じました。岐阜市ではこの事件をきっかけに1ヶ月に一度、高齢者や障害者、生活困窮者を支援する50カ所以上の団体の代表が集まり、連携を図る会議を開いている。この日はセルフネグレクト家庭への介入を学ぶことが目的だ。ご本人様が本当にその気になれば、正直いくらでも行政は今は行政は手を差し伸べる心持ちはあるのです。
ただなかなか受け入れていただけないので、うん、民間団体による新しいサービスも始まっている。今回始めてるサービスというのは私自身が欲しいサービスというような視点で考えたものです。東京で NPO を運営する今野伊佐夫さん、携帯アプリ LINE を使って一人暮らしの人の安否を確認する無料サービスを一昨年から始め、講演会などを通して広めようとしている。サービスを始めるきっかけになったのは、5年前同じ東京で一人暮らしをしていた弟が突然死したことだった。警察から電話がかかってきて、弟の今野義雄さんが亡くなりましたということを聞きまして、仕事の取引先の方がいわゆる本当に何か取れないということで、気にしていただいて直接自宅を訪ねていただいて、その時にもうすでに亡くなった状態だったと。正月に集まった時には元気だった弟。今野さんを驚かせたのは、警察から知らされた弟の死因だった。まあ直接的な死因は低体温症であると。2月の中旬ではありましたけど、都会でもそういうことがあるんだなということで驚きました。体の深部が35度以下に低下する低体温症。一般的には登山の遭難事故などでかかる人が多い。弟の死後、荷物の整理のために訪れた自宅は、趣味や仕事に関係する雑誌、パソコン機器などで埋め尽くされ、ベッドに寝た形跡はなかった。弟はセルフネグレクトに陥っていたのだ。風呂付きのマンションではあるんですけど、何せ浴槽に水を溜めたような形跡がない。風呂に入ってるような形跡がないと。別に生活に困ってたわけではないんですけれども、いわゆる冷暖房の設備とかそういうことに無頓着な弟だったんですね。なので自宅には暖房設備もないし、エアコンもない。セルフネグレクトに陥った人が孤独死してしまうのを防げないか、弟の死をきっかけに作ったのが LINE による安否確認サービスだった。現在1700人ほどが利用している。今日返事が来てない人いました？はい。何人ぐらいいましたか？今日は2人ですね。サービスはこんな仕組みだ。自分の安否を確認してほしい利用者は、自由な時間・頻度でメッセージを受け取る設定ができる。元気であれば OK を押す。反応がなかった人には今野さんから再度安否確認のメッセージを送る。それでも返答がなかった人は登録してある連絡先に今野さんが連絡する。田舎というか地方の親御さんだったりご兄弟だったりとか、まあ近い場所の方もいらっしゃるんですけども、やっぱり離れてる方の方が多いですね。働き盛りを対象に始まったこのサービスだが、加入者を急激に増やすきっかけがあった。今年3月、感染が急拡大した新型コロナウイルスだ。外出の自粛により人との接触が減ったことで不安を持つ人が増えたという。川崎市に住む77歳の平千春さん。今年4月、感染が拡大する中、同じ団地に住む友人が孤独死した。で、右往左往したわけですよ。あ、連絡が取れないから。消防署、警察、
だからまず入れないでしょ。あ、中にね、うん、最初の大騒ぎになっちゃう、うん、生きてんのか死んでんのかわからないし。これをきっかけに安否確認サービスに加入し、毎朝7時に通知を受け取っている。10年前に妻を病気で亡くし、一人暮らし。子供がいないため、緊急時の連絡先として近所の民生委員を登録した。で、私ももう疲れちゃってるの、うん、はっきり言って。10年も経つとね、応援者がいないわけでしょ、うん、帰ってきて疲れたなって、頑張んなさいよとかって、何よそのぐらいのことでって言う人がいないわけ、うん、疲れちゃうとそのまま疲れるわけよ、うん、ねじ巻いてくれる人はいないわけ、うん、孤独になっていく、相談する人もいない、うん、ね、で友達もできない、うん、そうすると頼るところないんだよね、うん、でそれを社会が面倒見るっていうのは限界があると思う、うん、LINE による安否確認サービスを運営する今野さんは、この日東京品川区にある寺を訪ねた。この寺ではお墓を購入した人に安否確認サービスを使ってもらうことを検討しているという。コロナ禍によって人と会わないっていうことで、どうやったらつながれるかっていうふうな、そういった側面もあるのかなとは思いますけれどもね。増加するセルフネグレクト、コロナによる人との関わりの変化がさらに問題を難しくしている。風呂入らないだとか、片付けないとか、食べたもの食べっぱなしだとかっていうような要素って、逆に誰でもあるんじゃないのかなっていうふうな気がします。まあ、見守りっていうのが一つのキーワードでこういったことをやってますけど、もっともっとその利用されている方々に寄り添えるようなね、つながりを持ちたいなと。それがある意味今の状況を、まあ、変える小さな力かもしれないけども、一歩になるんじゃないのかなと思うんですけどね。